はい、こんにちは、どうも。ベンマックス TV のベンマックスです。今日は、デイトナがなぜ、プレミアム化したかということについてお話ししたいと思います。1985年まではですね、ロレックスの輸入先は、コサリー・ベルマンで、やっておりました。手巻きのデイトナですとかね、その辺なんかも普通に店頭に並んでいたわけですね。で、その頃のコレクターたちは、バブルバッグの、ロレックス、1940年代のロレックスを、集めていたという感じなんですね。で、ユニークダイヤルとかですね、そういうのがすごく人気があって、そういうのを集めていたというのが、その当時の現状ですね。デイトナについてはですね、まあ普通にありましたんで、20万ぐらいで買えたわけなんですけれども、ある日ですね、ロレックスのデイトナが、生産終了するというですね、噂が1986年か7年ぐらいに、出たわけですね。なくなったらやっぱり欲しくなりますよね。今エクスプローラー1がもし生産中止になるって聞いたら、やっぱり買いたくなりますよね。上がるんじゃないか、ね、値段がプレミアム化するんじゃないかっていうふうに思いますよね、やっぱり。で、やはり投資家たちもそのように思いまして、一般人もそのように思いまして、デパートからですね、デイトナが消えたわけですね。もともと生産数が少ないデイトナなんですが、それで、一気に、手巻きのデイトナが、なくなったという、市場からなくなった、これは日本だけの話じゃありません、世界的になくなったと、そういうことなんです。そのうちにですね、満を持して、1988年にですね、16520の、まあ、ここに映ってるデイトナですね。これが、販売されました。その時はね、定価50万だったんですけども、定価に並ぶことなく、もう90万というプレ値がついてですね、そのプレ値がですね、手巻きのデイトナに関しては100万円ぐらいの値段がついてました。で、それからですね、ずっと、この16520のデイトナはプレネのままずっと2000年まで、続きまして、それで生産終了を迎えたと、そういうわけでございます。手巻きのデイトナはですね、どんどん値段が上がってきまして、次にですね、116520という、デイトナが出たわけなんですけれども、これもまたですね、店頭に並ぶことなく、ずっとプレ値で、116500LN もプレ値で、今、新品で買おうとすると116500LN は296万とか7万とかするらしいですね。もう大変なこっちゃということで、もうこれがロレックスのプレネの始まりと、そういうことなんです。で、現在は他のスポーツモデルも、プレネ化しまして、もうほとんどロレックスのブティックにスポーツモデル、プロフェッショナルモデルがもうほとんどないという、そういう異常事態になってるわけですね。まあ背景にはやっぱり中国とかですね、まあインドネシアとか、タイとか、その辺の新興国が、どんどん豊かになって、まあ買ってみんな欲しがって、で、ロレックスさんですから、財団法人のロレックスさんですから、まあのんびりとマイペースで作って、別に生産数を公表することが なくても結構な会社ですから、そういうふうに作ってるんだと思います。
そういうわけでですね、デイトナはずっとプレーンのまま16520の開始当時からもずっとあのプレーンのまま始まって現代に至ってるわけです。まあそういう話です。ご視聴ありがとうございました。この、内容が良かったと思う方はグッドボタン、そして、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではどうも失礼いたします。